このチャンネルはあまり三面記事的なことは扱わないようにしてるんですけれども、今回あまりにも驚くべき発言を見つけたので、ちょっと取り上げたいと思います。ラサール石井さんという芸能人の自衛隊に対する発言です。ちょっと読んでみます。驚いた。自衛隊は国民を守るのではなく、国家を守るそうだ。つまり、体制を守るということ。体制を批判する者、体制の決まったことに逆らう者は、自衛隊から威嚇され攻撃される。過去その頃には軍隊だろうが、未来が見えてくる。まあ、何言ってるのかさっぱり意味わかんないですね。自衛隊は国民を守るのではなく、国家を守るそうだ。これ国家イコール国民と言ってもいいと思いますね。ラサール氏さん、国家の三要素という言葉をご存じないんでしょうかね。国家というの、なぜいうのはどのような存在であるか。国家はまず国民、そして国民が暮らす領土領海、そして、まあ、国としての主権、他の国の一部ではないこと、日本なら日本であるという主権を持つこと、日本人、日本国民、それから日本の領土領海、そして日本の政府主権を持つ、これをまあ国家というわけであって、国民は当然入るわけですね。なのに国民を守るのではなく国家を守るそうだ。まあ意味不明。多分ラサール氏さん、国家という意味をご存じないのかなと、まあ無知なのかなとは思います。で、まあここまでは無知で済むんですけれども、ここからはなんかわけのわからないロジックが展開されていくんですよ。つまり体制を守るということ、自衛隊は体制を守るそうなんですよ。じゃあ体制というのは何なんでしょうと。で、これいろんな体制が考えられます。例えば立憲君主制という政治の体制、共和制や社会主義、共産主義にありますね。そういった政治の体制を、という意味、こともあると思います。それから、まあ、もっと細かく言うと、現在日本は自由民主党が政権を取ってますね。なので、自由民主党の政府。これも体制と言えるかもしれません。ところがどういうわけか、体制を守る、黒の太文字になってますね。これ自由民主党を守るのが自衛隊なんでしょうか。いや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 、中国共産党、中国軍は中国共産党の軍ですから共産党を守りますけれども、自衛隊は日本国を、国家を守るんで、体制は守りませんので、全く当てず的外れですよ。ラサール氏さん、全く理屈筋道が通ってないです。おかしいです。で、まあ体制を破壊しようとするものは、批判するものは自衛隊に攻撃されたりするは、そうそうなんです。うん。まあ突っ込みどころ超満載ですね。で、なんでこんなおかしな意見が出てきたかというと、原点はですね、卑屈の国さんという人のツイートにあるようです。この人のツイートの引用リツイートという形で、このラサール氏さんの非常におかしな、わけのわからないツイートが出てきたわけです。ではその引用先というのを見てみましょう。こうしたポスターが貼られているものです。これ自衛官募集のポスターだと思うんですね。国家を守る公務員、まあ、国家を守る、国家というものは何ぞやというと、先ほどの、まあ、国民、そして領土領海、そして主権、このことですね、を守る公務員ということになってるんですけれども、ラサール氏さん、ちょっと無知がちょっと重症なんですかね。この国
かという意味がなぜか体制を守るというわけのわからないことになっちゃったんですね。で、今、ツイッター、X は非常によくできていまして、もう明らかに、明確に間違えていることに関しては、コミュニティノートというのがつきます。で、このラサール C さんの発言、明らかに明確におかしいです。なので、やはりコミュニティノートがつきました。はい、コミュニティノートを読んでいます。国家の3要素とは、国家が成立するための次の3つの要素を言います。国民、主権、領域。つまり、国家が成立するには、そのメンバーである国民と、強制力がある主権が存在し、主権の及ぶ領域が確定していることが必要ということです。まあ、僕が先ほど言ったことと、ほぼっていうか全く一緒ですね。全く一緒のことを言ってます。まあ、ラサール C さんの言ってることは、よくわからないのですけれども、このラサール C さんという方はですね、このコミュニティノートがやたらツイッターにつくんですよ。これ、先ほどの発言の後のものなんですけれども、こういうのがあります。安倍氏国葬に招待された人は公表できない？そんなに悪いことしたの？まるで統一教会か反社のイベントと同じ。安倍氏の審判の皆さん、ネトウヨの皆さん、抗議してくださいよ。日本を愛し守った安倍さんの死を悼む人たちを誇らしく公開できるように。まあ、安倍さんの、安倍元首相の国葬に招待された人の名簿のが、74% の指名がこの理だったという、この町山さんという人のツイートに反応を利用してのリツイートなんですね。まあ、74% の指名が、この招待者の 74% が黒塗りで公表できなかった。で、黒塗りで公表できなかったっていうだけの理由で、悪いことしたってことになっちゃうんですよ。まあ、ちょっと、頭のロジックどうなってんのかなと思うんですけども、まるで反社とか統一教会と、安倍元首相の、葬儀っていうのは一緒だと。そんなに悪いことしたのかって言ってるわけです。まあ、ラサール C さん大丈夫ですかっていう感じですよ。で、当たり前ですけど、これも、コミュニティノートがついてます。氏名の黒塗りは、法令遵守の正しい対応です。要するに、この黒塗りされていたということは、法律に基づいた正しいことなんですよと言ってるわけです。まあ、ここでもラサール C さんの無知というか知識不足が目立ちますね。まあ、ラサール C さん、本当に勉強してないんだと思います。勉強しなくて適当なこと、知識をベースに適当なことを言いますから、また外れのことを言って、まあ、大きな恥をかいてるわけですけれども、まあ、多分一生治らないんでしょうね。実は僕がこのラサール石井さんという人を知ったのは、あることがきっかけでした。2004年に新潟県中越地震というのが起きました。ご記憶の方も多いと思います。最大震度7の大きな地震です。で、この時に山古志村という村が孤立化したんですね。道路がすべて壊れて、あと村のあちこちで地滑りが起きて、死傷者も出ました。大きな損害を受けて、孤立化しました。で、この村の人たちを早期に救助しなくてはいけない。まあ、結果を言うと、その2日後に、自衛隊のヘリを中心にして、救助活動が行われたのですけれども、ワイドショーなどでも、テレビ番組でも、この山古志村の孤立は大々的に取り上げていました。で、僕はその時に朝のワイドショーを見てたんですよ。するとですね、山古志村のことがそこで取り上げられていたのですが、番組のゲストコメンテーターに、ラサール C さんがいたんですね。で、ラサール C さん、この孤立化した山古志村の話を聞いて、何と言ったか。これが驚くべきことだったんですね。
航空自衛隊の戦闘機を使って直ちに山古志村にミサイルを撃ち込めって言ったんですよ。これ本当ですよ。僕しっかり記憶してますよ。あのビデオとかには撮ってないですけれども、そう言ってました。で、本当なんですよ。冗談でも何でもなく、山古志村に、孤立化した村にミサイル撃ち込めって言ったんですよ。意味も意図も不明ですよね。ただあんたは日本国民を殺したいのかよ。困ってる人を殺したいのかよ。さらに苦しめたいのかよ。素直にとったらそれしかないわけです。まあおそらくね、あの、いくらラサール氏さんでも、その、山古志村の人を殺したいとか、痛めつけたいとは思ってなかったと思うんですね。何らかしらの意図とか考えがあって、そういうことを言ったと思うんです。そういう発言をしたと思うんです。ただ、その、なぜそういう発言が出てきたのか、全く理由というかロジックがわかんないんですね。で、この時僕の記憶では、あの番組の司会者も他のコメンテーターもさらっとまあラサール氏さんの発言を流しちゃったんですよ。まるでもう何事もなかったかのようにこのラサール氏さんのミサイルを撃ち込めの発言は無視されたんですよね。これ後になってどのようなことだったのかなと思うと、これ多分ね、司会者とかゲストコメンテーターもみんな理解できなかったと思うんですよ。このミサイルを撃ち込めに関して。で、なのでもう無視するしかないということで、全員が無視して、まるで何事もなかったかのように、まあ、このニュースが続けられたと、いうことなんです。なので、まあ、この、ラサール氏さんという人は、ただ、無知で勉強不足なだけではなく、何かこう、頭の中のロジックというか、発想の回路がちょっと、普通の人と違うのかなと思います。まあ、ぜひぜひ、ラサール氏さんのようなおかしな人にはならないでください。もし時間があったら、まあ、自衛隊のことなどについても少し勉強してみてください。そのためには、ちょっとぜひチャンネル登録をしていただきたいのですけれども、まあ、これ、自衛隊法に関するページ、なんですけど、自衛隊の任務、自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため我が国を防衛することを主たる任務とし、自衛隊法で検索するとこういった自衛隊の任務が出てきます。自衛隊というのはこの自衛隊法に基づいて活動するので、まあ時間があれば読んでみてもよろしいかなと思います。あと防衛白書ですね。これ令和5年度、今年の防衛白書なんですけれども、まあ、国民保護に関する取り組みとか、いろいろ書かれています。一番わかりやすいのは、これ、平成30年度の防衛白書なんですけれども、もう見出しに、国民の生命、財産と領土、領海、領空を守り抜くための取り組みと書かれています。もう自衛隊の目的を明らかにしています。こういった文書も時間があれば、まあ、教養の一環として、目を通すのもいかがかなと思います。このチャンネルでは、こうした、まあ、時事問題、防衛に関する時事問題だけではなく、第二次大戦、太平洋戦争に関する戦史などについてもいろいろ取り扱っています。次回はですね、戦艦ヤマトに乗って、レイテ沖海戦と、レイテ沖海戦に参加した2名の元乗員の方から聞いたお話をしてみたいと思います。このお話、非常に興味深いところがありまして、同じ戦艦ヤマトに乗って、同じ海戦に参加したのに、感想が180度違うんですね。一人の方は、全く怖くなかったと。怖いと思ったことは一度もないと。悔しい、この野郎とは思ったけど、怖くはなかった。もう一名の方は、ものすごい怖かったって言うんですよ。とてもとても怖かった。要は、一人の方は、怖くなかった。もう一方の方は怖かった。言ってることと言いますか、感想が180度違うんですね。で、なぜこういう違いが出てくるのか。これ、まず間違いないだろうなという理由は大体目星がついています。
次回はそういうことを話していきたいと思います。とても興味深いお話が出るかと思います。なのでぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録と通知設定もしていただけると良い、よろしいかなと思います。今回のお話はここまでにしたいと思います。ラサール石井さんには要注意ですよ。本当怖い人ですよ。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。